はい、おはようございます。アローズスクリーンのシーサです。さて本日は兵庫県西宮市にございますこちらのお店キングコングさんにやってまいりました。街道日記では初めてお邪魔する店舗さんになります。そして今回は第303話ということで、街道日記は第300話から連勝で今ここまで来てますので、さらにここで連勝を伸ばせるかという時点になります。そして今日は入場の方が先着順での入場となりますので、整理券の配布もございません。これから入場口に並んで開店の時間を待ちたいと思います。それではシーサの街道日記第303話、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あ、なるほど、こんな感じなんですね。おはようございます。とりあえず番長行きましょうか。朝一、あれ早くも分からなくなった。あ、こっちか。この辺行きますか。あ、これ行きましょうか。2番目、サラリーマン番長朝一を抑えました。さあやってまいりました。今日は兵庫県西宮市のキングコングさんでの第303話、朝一はサラリーマン番長から勝負していきたいと思います。よろしくお願いします。入場は20番目あたりでの入場でした。朝一台数も結構あったので、サラリーマン番長は間違いなく座れるかなと思ってこのコーナーに来ましたけれども、あっという間にまず番長コーナーはお客様座られましたね。まあ、やはり設置台数の多いメインの機種だけあって、かなりまだまだ朝から人気の高い機種ですね。さあ開始25ゲーム第1章ときましたね。まずは全然このチャンスです。すごい盛り上がってますね、朝からスロットコーナー一生懸命回してます。さあ行きました。今日最初の全長ステージは開始30ゲーム。さあ今日最初の検診ステージからボーナス当選となるでしょうか。ここはボーナス1当選で、これで50ゲームを消化になります。再びキョンジェリーです。ちょうど今ゲーム数が200ゲームですけど、キョンジェリーを引いて研修ステージをプレイした直後、再びキョンジェリーというところですね今。さあ何もなく100ゲーム台を消化することはありませんでしたが、ボーナスにはまだたどり着けていません。200ゲーム台ですからボーナス当選にも期待してますが、この前にこの強手にとにかく急ぎたいですね、満場ボーナスを。部長指示を。ボーナスに期待ができるゲーム数で、さらに内部状態まで上位に移行してますので、このチャンスを生かしたいですね。まずは研修開始。何じゃこれ。
当たりました。投資は今350枚です。いや、気持ちのいい演出から今日最初のボーナス当選となりますね。ゲーム数が現在232ゲーム、投資350枚から最初の満場ボーナス当選となります。青7です。最初の満場ボーナスは青7スタート。さあ、いただきラストチャンスまでやってまいりました。いきましょう。掴みたいですね。350枚ですから、いただきラッシュまで突入させれれば最初のボーナス AT でまずはプラス行きになるのではないかと思います。さあ、青ならチームの予約はチャンスです。チャンス目ですね。そしてここは超ホットストタイムに突入です。対策のいいスタートになりました。いただきラッシュ、かっこでございます。寝かせないよ。いやー、よかったです。最初のボーナスでいただきラッシュをゲット。サラリーマンマンとどちらかというと、バイト人気では割と勝ててる機種だと思ってます。なので、この初めてお邪魔するキングコングさん、まずはバンジョーから行こうかなと思いましたけど、まずは最近、早い時間に AT ゲットです。これでゲーム2まで終わりましたね。30ゲームの上乗せ、これで初期ゲームが80ゲームとなりました。あとはボーナスゲーム、これで40ゲームを消化です。最初のマンチョボーナスは40ゲームでしたけれども、いただきラッシュプラス30ゲームの上乗せと、いいマンチョボーナスだったと思います。さあ、行きましょう。本日1回目のいただきラッシュでございます。当然ここはボーナスの後ですから、エンジン中の馬乗せだけではなくて、エンジン中のボーナスループ、そして一気に第303話の勝利に近づくような、そんないただきラッシュであってほしいですね。ある程度持ち込み的に余裕ができれば、いろんな選択肢が生まれますので、ここ1000枚くらい出したらすごく嬉しいです。中、ありましたけれども、これでボーナス間では100ゲームを超え、 AD 残りゲーム数が3ゲームとなります。そんなには伸ばせなかったですね。最初のいただきラッシュ、これでゲーム数を消化です。獲得枚数は411枚でした。これで1回目のいただきラッシュが終了になります。さあ、2セット目突入のチャンスです。さあ、2
わしきれなかったですね。あとは引き戻しがあるかどうか。当選でございます。ミオモが持って6ゲームですね。さあこれでいただきラッシュは2セット目突入となります。あ、ボーナス、ボーナスなんだ。完全にいただきラッシュの引き戻しと思ってましたけど、ここはボーナス。本日2回目の番長ボーナスとなります。リタマキンラッシュの直後だったので AT 引き戻しかと思ったんですけどね。ここはボーナスでした。さあ今度は赤7です。さあ距離です。さあ赤ならですけど、ここはいただきラストチャンスとなります。さあここは強ジェリーからの AT 当選ということでしょう。コパンダ出てきてますけど、リールホールド、中リール、赤7、中段に止まってましたからね。ここはいただきラッシュで間違いないと思います。さあこれで2回目のいただきラッシュ当選となります。非常に順調ですね、今日のサラリーマン番長。そして第303話、さあ2回目のマッチョボーナス、これで40ゲームを消化になります。ボーナスは40ゲームですけれども、ここもいただきラッシュ当選となりますので、本日2回目の AT 突入です。よし、鏡スペースの AT を選択してますけれども、やっぱり完全国旗の上のスペースのというのと、まあ、いきなりおスペルですね。上のセチャンス、これが気持ちよくて鏡スペースを選んでるというのもあります。あとはスラッシュチャレンジ発生した時点でいただくスラッシュ確定になるので、まあいろいろ爽快感、そして気持ちのいい AT というところで選んでますね。右、中、左、休憩所来ました。すごいですね、漫画本たくさんありますね。ちょっと漫画本でも読んでみますか。大食いリベ、リベがいます。東京グール全部買いましたよ。面白いですもんね。読み出すと熟読したくなりますもんね。ちょっとやめときましょうか。戻ります。左、右、左、絡めばもしかすると獲得枚数1000枚までいけるかもしれません。左、右、右、右、さあ残り8ゲームというところ、なかなかボーナス引けないなと小さな上乗せもありましたけど、ここで上乗せのチャンス、今日チェリーで上乗せ確定です。中、左、
間で102点、残り19点というところでエンディ中最初のボーナス当選です。さあ本日3回目のマッチョボーナスとなります。そうですか、あーよかったエンディ中に引けて。赤七ぞろいのマッチョボーナスとなります。1回目2回目のマッチョボーナスはともに40ゲームで終了でした。まだ60ゲームのボーナスありませんから、まあ、ここは赤七ぞろいあればいいですけど、まあ、60ゲーム以上のボーナスが必要です。今回は60ゲームとなるでしょうか。これで60ゲームのマッチョボーナスになります。赤7ですからね、まあ、7ぞろいがあればラッキーですけど、ボーナスゲームを60ゲーム以上取っていければよしという感じです。さあ60ゲーム目、3回目のマッチョボーナスは60ゲームで終了ですね。消化中の7ぞろいはありませんでした。これで残りゲーム数が28ゲームとなります。本日2回目のいただきラッシュ、さあ残り9ゲーム、ここは弁当箱からの30ゲーム乗せ、嬉しいですね、弁当箱上乗せは。これで獲得前に1000枚オーバーにはたどり着けそうです。このエンディング中に2回目のいただきラッシュは消化中のボーナスもあり、獲得枚数は1000枚を超えました。これでゲーム数は全て消化になります。1回目の AT と合わせて1069枚の獲得で終了ですね。あとは引き戻しがあるかどうか。ボーナス間でのゲーム数61ゲームですから、ボーナスにも期待しつつしばらく回していきましょう。さあいただきラッシュの引き戻しとなるでしょうか。あ、先ほど通常に戻ってボーナスでしたけど、ここもボーナスでしょう。この前にチャンス手がありました。レインボー、あ、いただきラッシュ、今度は引き戻しなんですね。もうさっきはボーナスでしたけど、今度はいただきラッシュの引き戻し、2セット目に突入です。続けてはいますけど、なかなか消化中に動
ラスト2ゲーム、この50ゲームかもボーナス上乗せはありません。これでゲーム数を消化になります。ここまでで獲得枚数が1303枚です。そして現在ボーナス間でのゲーム数がちょうど400ゲームとなっています。さらに引き戻せるか、あるいはボーナス当選となるか、この後もうちょっとでプラス1000枚を超えます。こちらをご覧ください。さあこれでいただきラッシュが終わって70ゲームを消化ですね。ボーナス間でも470ゲームというところです。今日は最初のボーナスからいい流れで1000枚以上の持ち込みを作ることができました。あとはこの台を引き続き続行していくか、ちょっと一回店内を回ってみたいと思います。バーストエンジェルも打ってはみたいんですけど、自分で出したことのない機種なのでちょっと勝負は考えますね。ビンゴ。悩んでいたんですけど、ブラックラグーンいかがでしょうか。久しぶりに。結構このキングコングさんは最新台の導入はもちろんなんですけど、名機復活という感じで、こういったちょっと前の機種を導入されたりしてるお店でもあるんですね。で最近このブラック導入、すいません、どんな導入でしょうかね、ブラック導入ってね。久しぶりにブラックラグーン行きましょうか。すいません、ちょっとカミカミで。よし、移動します。さて今日は朝からサラリーマン番長で1300枚くらいまで獲得して、今持ち込みがまだ1000枚以上ある状況です。久しぶりに A プラス ART 引き締めいきたいと思います。それではいきます。ゲーム数が今373ゲームというところからですね。まだ今日はビッグ1回しか当たってない台になります。投資は350枚、持ち込みがあるのでしばらくは追加投資はございません。打ちたかったんですブラックラグーンが、実は朝から。でも朝一はやっぱり AT 機で勝負して余裕ができたら打とうかなとは思っていたので、いいタイミングで移動ができたと思っております。さあここも弱チャンス目ですけれども、次回予告発生です。もう死んでいる。ボーナスチャンス来ましたね、いきなり。あんたがそう言った。俺の名はロックだ。よし、さあここはもうボーナス当選濃厚というとこでしょう。もっと楽しませてくれよ。やばい、ダッチ死んじゃう。次回予告外れですか。今度は強チャンス目です。ちょっと今の、まあ、若干前なんでボーナス1個目は仕方ないかなと思いますけど、次回予告外しましたね。ただここは強チャンス目、再びボーナスチャンスです。いや、やっぱりブラックラグーン面白いですよね、こういった通常の演出も。戦場対決覚悟しな。さあチャンスが続いてます。一瞬だ、どうだろう。行くぜ。ここは当たりでした。459ゲーム。ジャックチャンス目から次回予告を外し、その直後の強チャンス目からボーナス当選です。早い当たりでしたね。まだ打ち始めて100ゲームは消化していないです。最初のボーナスはレギュラーボーナスです。レギュラーボーナス。
なんですよね、レギュラーは。ベルが斜めに揃えば正解です。正解は2つ。さあ、レギュラーが終わって1ゲーム目、よくチャンス目が引けてます。お全国より舞台を率いて街に出、 5.45 ミリ弾で奴らのアギトを食いちぎれ。一番チャンス到来です。よし戦闘兵、これでは当たりましたね。レギュラー終わって1ゲーム目のザクチャンス目、これがブラックラグーン、たまにあるんですよね、1ゲーム2ゲームのレア役で当たりっていうのが。早い当たりで良かったですけど、今度はビッグが欲しいですね。ビッグボーナスでございます。いや、これはいい。ボーナスだけでこの台で使った分ぐらいはちょっと取り戻します。あとはラグーンラストにつながるかどうかですね。ビッグ中ハズレ出現ならバレット獲得で、バレットバトルとズルとなります。最近はあんまりブラックラグ打つ機会は減りましたけど、たまに打つとこうやってボーナスが重なってくれることが本当に多くて、エアリティないですけどブラックラグって500枚ぐらいプラスになりましたねなんてこともあるぐらいボーナスはよくいけます。ただ見たいのはラグダッシュ、まずはバレットバトル目指したいですね。ボーナス